キムタケシュートを狙っていく。しかしボールは橋本がボールを取りました。一気に橋本が持ち込んでいく。橋本一人で持ち込んでいきました。一気にブレイクがありました。25点目。さあさあ今の場面です。橋本が一気に持っていきました。これはもう、今シーズンの北海道を象徴するような。橋本からトラソリーニ、ファールがありました、トラソリーニ選手のこのミスマッチのところ、エンジンがかかってまいりました。カミングス、さあ今度はクエリから、おっとスティールしました。橋本が一人が持ち込んでいきました。そして松島からボールを渡しています。気をつけたいところ、佐藤選手がいるのは怖いですよね。そうですね、相馬下、ダブルチームでいった。ボールを奪った橋本、フリーになった。決まりました。そしてバスケットカウント、このダブルチームで早い段階で相馬選手がファールいってるんですけど、シュートモーション中という判定なんですよね。そうですか、はい、相馬一つ目のリバウンド、内田が取りました。内田から橋本にボールが渡りました。カミングス、どうだ、決まりました。内田橋本はよく粘りましたね。そうですね、身長差が大きい中でよく粘りましたね、はいはい、そして橋本が持ち込んで最後のフィニッシュはやはりこのカミングスです。山下がチェックに行きます。山下とこの橋本のマッチアップ、シュートが決まりました。すごい小幅の広いメダルですね。そうですね、はい、そうじゃなくてツーポイントしか今は差がないですから、はい、どういう風にオフェンスをこう作るかっていうのを見たいですね。さあ時間をかけて出番が北海道、わずかにリードは2点差。大切なオフェンス、橋本決めた。ここで決めるのが橋本龍馬、75点。残り時間最後のオフェンスになる。これを入れても届かない島根、リバウンドを取った。さあここはキープだ、キープしました。出番の北海道勝利、75対71、4ポイント。